んにちは、くんです。しらそるさん、ごめん、実はね、今音声が取れてなかったから。しらそるさん、またもう一回同じセリフを言うね。しらそるさんは無職で、前節に全落ちしてて、全く面接が通らなくて今悩んでるんだね、しらそるちゃん。そうだよね、これ2回目だけど。でもしょうがない、マイクの音が取れてなかったからね、しょうがないね。で、しらそるさんのためにみんなで協力しようと。うわー、みんなで協力してしらそるさんの面接の練習しようという風な企画です。いやー、夢のある企画ですな。なんて素敵なコンテンツ、就職支援ですよ。自分が就職アドバイザーやったことあります。は、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、な、何、え、どういうこと、就活アドバイザー？あ、キッザニアの話もしかしてか、じゃ、キッザニアのこと言ってる？ごめん、今、キッザニアの話してないね。学校の後輩向けの進路相談講演的な、かっちゃんがやってきて、後輩に、まず、面接っていうのは、って言って話すの？何を話すんだろうね。後輩がかわいそうだな。クソ似てる。似てるでしょ？俺、面接落ちたことないよ。それってあれでしょ、かっちゃん、胸元に入れてるその手帳が原因か。就職面接、俺それやったことあるけど、マジなことばっかり言って学校の先生に嫌われて二度と呼ばれなくなった。俺さ、多分危険人物扱いされてたのか、俺同期はみんなそういうのやったのに、俺一人だけそれさせてもらえなかった。俺だけ、しょうがないね。よし、じゃあ就活練習いきますか。面接室っぽいの欲しいな。パッと作ってもらえるか、誰か。ハブサバに常設していつでもできるようにしようぜ。面談室。はい。じゃあちょっと、早速、じゃあちょっと一人解除するよ。そら豆くん、ミュート解除しました。ここに座ってくださーい。え？あ、え、は、え、え？は、はい。お前、なんで最近来なかったんだ？いや、最近、マジで忙しくて。なるほど。なるほどな。みんなそう言うよな。ビッキーも、チュッパもそう。ゾギギもそう、リンクもそう、すぐ来なくなった。みんなそう言うよな、復帰したやつは。いやー、最近忙しくて来れなくなったんですよね。みんな同じことを言うな、復帰勢。いや、そら豆くん。はい。何をしてたんだ、君は。僕、塾講師してて今。いや、その嘘は聞きたくない。そういう。いや、ごめん、嘘は聞きたくないわ。うん。そういうのは聞きたくない。そういうのを聞くためにお前を呼んだんじゃない。いや、それ本当にちょ塾講師してて今。何を教えてんじゃん。僕、数学と国現代文と社会科の全般を中高生教えてて。それ嘘聞きたくないよ、やっぱり。やっぱりそれは嘘は信じられない。信じられない。そんなことは俺は信じないよ、悪いけど。いや。だけど、そらまめくん、そらまめくん、君にそんなことはできると思えない、それは。いや、でも本当なんですよ。なんか、DM で送りましょうか。塾のなんか、そんな熱をしたその書類は見たくない、そんな。いや、そこで今送りますよ、じゃあ。君、それ、私文書偽造の罪になるよ、それ。罪に問われたいのか。僕、いや、でも全然大丈夫ですよ。本名を書いてあるんで。じゃあ、なんで来れなかったなんで来れなかったの。今、受験期じゃないですか。え、そんなことないよ。いや、今、11月で、10月前で仕事増えてて、今、かなり。直前講習みたいなのがあって、実は。え、何時から何時まで塾あんの。10時過ぎぐらいで、帰るのが今11時前ぐらいですかね。ああ、じゃあ、最後の企画は参加できるかな。いや、最後の企画は参加できそうだね。いや、で、週何入ってんの、バイト。普段はレギュラーが3で、最近ちょっとお金稼ぎたくて、あ、5ですかね、今5で働いて。呼んだな。いや、今週は5でした。呼んだな。いや、じゃあ、今週の話とか、今週だけの話は聞きたくない。呼んだな。いや、まあ、そうですね。ああ、そう、4です。じゃあ、週3は来れるってことだな。いやー、まあ、そう、まあ、その週4なんですけど。なんで、はい、なんでその週3は来なかったんだ。参加型の空気が馴染めなくなったのか。ビッキーと一緒か。お前も、ラタミの女とオフ会するんか。いや、しないです。普通に、大学のサークル飲み会とかで、空いた日は埋まったりとか、あんまり来れなくて、今日はたまたま一日学校行ってなかったんで、久しぶりに頑張って来ようかなと思って、ちょっと頑張って来よう。もう一回言ってみて。頑張って来よう。いや楽しくて来ようかなと思って。頑張って来よう。いや、楽しくて。ああ、来たいなと思って、ちょっと。なるほどね。最近来なくて。いや、最近来れない。
最近来なかったし、そろそろうるさく言われるかもしれんから、顔だけ見せとくか。いやだりーもう行きたいなって。いや今日眠いなマジで。あーでもなんか最近なんか権限取るとかなんか動画上げてたしな。くっそがマジで。まあまあとりあえずダメに行くか。あーキリト、うっすうっす、今日何言ってんの。あーまあ一応言っとくか、放置でいいっしょ、バロやるべ。いや全然本当にそんなことなくて、本当にマジで忙しくて、最近あんまり来れてなかったのが事実としては一応あるかなっていう。ああこいつ来てもダメンも来ない。あそうなんだ。多分ダメンの人となんか相性悪いんちゃう多分。いや相性は悪くないんですけど、なんか僕人とすごい喋るのが好きなんですよ。たわいもないめっちゃしょうもない話をなんかダメンの人に話すのがちょっとあんまりその引けて心が。なんで別にベロムに今日のご飯の話とかすればいいじゃねえか。別にベロム今日俺ガスト行ってあのハンバーグ食べたんだけど、ベノムハンバーグ好きって聞けばいいじゃん。別にベノムに聞けばいいじゃん。そんなもん。いやしたいんですけど、いいんじゃない？なんかあれかなと思って。何あれって。あとあの大学の話とかするとモジャジャが切れるので、それもなんかできなくて。そこは気を使え。それは気を使えちゃう。まあ、とか単位どうキリトに聞いたら、おいソランウェイみたいな感じで、お前黙れみたいな感じで言われるんで、まあ、ちょっとあんまりその普段の適当な話できないんで。もういいや、もうちょっともう飽きた、もういいや、もう聞きたくない、その話。もうさ、嘘つきの話は聞きたくない。よし、面接するぞ。もう嘘つきの話はもう聞きたくない。聞き飽きた。よし、じゃあ、面接するか。さすがにかわいそうだった。空豆 B。横にいる人誰にしよっかな。おさっちとかは前いたしな。なんか意外な人がいいな。まあ、一回、一対一で話してみるか。まずは。はい。じゃあまあ早速シラソル行くかね。シラソルさんはラボに入るっていうのの面接っぽくしようよ。クンラボに入る面接があると仮定してやろうよ。そしたらメンバーシップの菩薩さんがやってる仕事をやる人を募集しますと。技術面はできないけどサポートスタッフを募集してます。やっぱ菩薩さんちょっと無視つけてもらいましょうか。やっぱり何シラソルさんの面接練習でラボの50人クラフトメンバーシップ、皆さん50人クラフトメンバーシップに入ればね、メンバーシップでマイクラを遊ぶことができます。でそこのまあサポートスタッフを募集していると。プログラミングとかはできないけど、まあいろいろチケットの応対だとかそういう庶務をするスタッフを泣くまでやる感じですか。ああそう、泣かせて大丈夫。全然大丈夫で、もう泣くまでやる感じ、シラソルが泣くまでやる感じですを募集してて、でシラソルさんがその面接に応募しに来たと。でシラソルは参加税じゃなくてその面試の人っていう設定でいきましょう。参加税だとね、参加税の私はこういうのが分かるんでとかっていう風にできるけど、それはちょっとズルなんで一般のその辺のキッズってことにしましょう。はい、じゃあ行きますか。はい、じゃあ菩薩さんちょっとお願いします。じゃあはい、ミュート解除しますね。はいはい、音量大丈夫ですか。あ大丈夫です。まあなんとなくイメージ分かりますか、はい、多分まあまあまあ可愛がりなんで可愛がってもらえれば。そうです。あ得意得意、めっちゃ得意、はい、優しくこうまあね、でこう、はいはいはい、終わった後にこれは良かったですよ、あれは良かった面でしたよっていう風なレビューをしてあげて彼女の今後の面接に生かすという風なのが、はいはいはい、何聞いたらいいんだろう。まあ別に何の業務させるかとかはまあ捏造でひねり出せばいいので、はいはいはい、うん、まあ、なんか人となりを探るみたいな。そうそうそう、基本的には人となり、スキルとかを聞くっていうよりは人となりを探るイメージ。はいはいはい。そのどちらかというと庶務なんで、そんなにこう技術的にコアなことをやらせるわけではないっていう。はい。シラソルさん、これで自信失っちゃダメだよ。これは本番じゃないから大丈夫だよ。大丈夫なのかな。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。じゃあシラソルさんに入ってきてもらいました。シラソルさんミュート解除しました。シラソルさん聞こえますか。シラソルさん声小さいですよ。はい。シラソルさん。それじゃあ入ってきてもらいましょう。はい。シラソルさんマイクに近づけて話してくださいね。いつもみたい、いつも面試でワーワー言ってる時のシラソルさんの声の大きさじゃないような気がしますが、はい。じゃあこ、はい。じゃあここから始めます。はい。じゃあスタート。コンコン。はい。どうぞ。あなた誰ですか。はいはい、音量上げました。はいはい、はい、じゃあコンコン、はいどうぞ。失礼します。
はい、こんにちは。あ、どうぞすいません、座ってください。面接の方を伺わせていただきます。シラソルです。はい、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 失礼します。はい、はい、どうぞどうぞ座ってください。どうもよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。この手の仕事は未経験ってことですかね。こういった書務だとかネットで。はい、はい、はい。なるほど、なるほど。この仕事をやろうと思ったきっかけとかってありますか？今まで平凡的な仕事をすることが多くって、ちょっと普段とは変わったような内容の仕事をしてみたいなと思いまして志望させていただきました。変わった内容ですか？うんうんうん、はいはいはい。菩薩さんもなんかもし思いつくことがあればどんどん。はいはいはい。まあ、ちょっと前職のことはよくわからないんですけど、そのどういうところが変わってるなっていうふうに思われましたか？普段の事務業とかとは違って、はい、メンバーシップに加入していただいている方に対してコミュニケーションを取ったりとかっていうのって、はい、普段のお仕事の中ではない形ではないじゃないですか。はい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 。なので、そういった対応とかを今まで人生経験を生かしてできるのではないかなと思いまして、はいはいはい。変わった仕事なのに自分の人生経験が生かせるってことは、何か変わった人生経験をお持ちなんですか？一応大学の方でそういったものを勉強させていただいてまして、はい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 、はい、人間のコミュニケーションとかそういったものをちょっと学ばせていただきまして。ああそうなんですよ、はいはい、学ばせ、あ、はい、ちょっと履歴書の方見ていきましょうか。この空白な期間っていうのは何かご病気とかされてたりとかでしょうか？以前の職場がちょっと上の者と意見が合わなくてちょっと辞めさせていただいたので。あ、そうなんですよ。はいはいはい、はいはい、すいません。ちょっとそちらで休憩を取らせていただいたのと、はいはい、そちらとはい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 、ちょっと事務の方でやらせて いただきたいなと思いまして。あ、はいはいはい、基本的に事務の方を学ばせていただきました。ほうほうほう、なるほど。はい。なるほどなるほど。前職でなんか意見が合わなくてっていうことがあったんですね。なるほど。うん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 。普段は何されてますか？今は働いてはいないので、はい。基本的には室内で過ごすことが多いんですけれども、先ほどお伝えさせていただいた、はいはいはい、入力の個人的な練習だったりとか、で時間が空いてる時だったりとかは、はいはいはい、外に出て運動とかはさせていただいてます。はいはいはい、失礼です、はい、なるほどなるほど。いや、刑務所とかではなくてですか？それ。そうですね、はい、いや刑務所とかではないですね。いや、なんか、こうなんか何を普段されてますかって言ってこう室内にいますと、あんまりこうなんて言いますか、趣味とかそういった話かなと思ったんですけど、お昼の運動とかそういう話かなと思ったんです。はいはいはい、なるほど。なんかこうどういうご趣味と言いますか、こうそういったものは何かあるのかなみたいな、こう軽い世間話的なものだったんですけど。そうだったんですね、はいはいはい、失礼しました。はい、はい、なるほど。前職のことを、まあ、お伺いできる範囲でよろしいかと思うんですけど、はい、その変わったお仕事っていう話に戻ると、そのユーザーと直接そのコミュニケーションを取ってっていうところで、その今までのお仕事だと、まあ、企業さん相手の応対が多かったのかなっていうふうに思うんですけども、今回はもう本当にがっつりコンシューマー相手で、まあ、いろんな応対をしていくってことになると思うんですけども、そこのギャップって自分の中で埋められそうですか？率直に言うと埋められると思います。大学時代に、はい、接客業をいくつか入らせていただいてまして、はいはいはい、結構数多くの年代の方と関わらせていただいてるので、はい、結構厳しい言葉だったりとかっていうのも受けた経験もたくさんあるので、はいはいはい、そういった意見とかも自分の中で消化していけるかなと思っております、はい、なるほど。そうですか。自分を一言で漢字2文字で表すと何かありますかね？ゆっくり考えてくださって大丈夫です、はい、急に聞いてしまったので。いえ、自由ですかね。自由。
あ、はい、そうですね、なんかエレン・イエーガー的な感じですね。いいですね、すごいです、なんか進撃しそうな感じがすごいいいですね。なるほど。自由、なぜ自由なんですか？結構あの同じ場所にとどまることなくいろんなところで働かせていただいてるので。あ、なるほどなるほど、はい、そういった部分では自由なのかなと思いまして。カタカナで言うとジョグホッパーっていうことになるんですかね、はいはい、そうですね、はい。あ、なるほどなるほど、はい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 、なるほどですね。ただあの自分の好きなことだけじゃなくって、はい、あの自分が苦手なところをあの部署を移動させられたりとかっていうことも何度かあったりとかして、はい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 、それでもあのしっかりあの自分の中で経験させていただいて、あの長続きしたっていう職場もあるので、はい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 、はい、なのであの自由といっても苦手だからすぐ諦めるっていうことではなくって、はい、という形ですね。マンホールの蓋ってなんで丸いと思います？あの蓋が下に落ちないようにですかね。やるね。ありがとうございます。最後に何か聞きたいことありますか？記者で働く上で必要な資格とかあれば。そうですね、まあ資格は特に何か必要というわけではないんですけど、まあ、やっぱりこういろんな年代、まあ、特にまあ若い年齢層の方が多いところなので、なんかそういうところで、まあ、インターネット上でのつながりっていうすごいこう特殊な部分でもあるので、まあ、そういうところにこう、対応できるこうメンタルというか、そういうのってどうですかね。そうですね、一応ちょっとお恥ずかしい話になるんですけれども、学生時代とかで結構、はい、あの言われたりってことも結構経験はしてるので、はい、人からこう言われたりとかっていう体制は他の人と比べるとかなりある方だと自分の中で感じております。打たれ強いみたいなのはまあまあもちろんそうだとして、はい、そのなんて言うんでしょう、仕事として そういう人たちと関わっていく上でクレームに強いですみたいな話だけではちょっとやっぱり成り立たないと思うんですね。まとめて、まあそのサービスを全体的に提供していくっていうのがベースになっていくので、そういうバランスの良さというか、あ、他の意見を見とってっていう形ですかね。うん、そうですね、はいはいはい。あと資格なんですけど、税理士資格とか持ってたりします？うち今節税スキームで悩んでまして。あ、持ってないですね。アイルランドとオランダ使った節税スキームがちょっと今考えてるんですけど、ちょっとできれば国際会計に強い人いたらいいかなと思ったんですけど、それは残念ですね。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあどうも。はい。ありがとうございました。失礼いたします。はい、ということで、面接終了でございます。はい、菩薩さんどういかがでしたでしょうか。ちょっと好評の方をお願いします。そうですね、まあ突発なんでしゃあないとは思うんですけど、業務に内容に対する解像度と自分のできることのアピールっていうのがあんまり噛み合ってないかなっていう印象はありますね。はい、はいはいはい、そうですね、なんか自分ができることをアピールはするんだけど、結局あなたたちの業務内容にどこまでそれが絡むっていうことがまでつながってないので、まあなんかそれあなたはそれが頑張れるんだね、分かりましたっていう風にしか終わって終わっただけみたいな印象ですかね。なるほどなるほどなるほど。白鳥さんからは何かありますでしょうか。なんかこう感想といいますか。今週受けた面接の中で一番緊張しました。うわまあそうね、まあ、ちょっと僕からは印象はまあ、一緒に飲み会行ったりしなそうだなって感じの、なんか楽しく働ける感じがしないというか、なんかこう悪口じゃなるような気がするな。なんかこう明るい感じがもうちょっとあった方がいいかも。結局一緒に仕事したいかどうかだから、なんかもっと明るくしてもいいような気がする。なんかこう有能感みたいなのが出さないとって気持ちがあるから、そうじゃなくてもうちょっと例えば趣味のところも、いや室内で過ごしますみたいな感じで、いやあと運動もとかっていうのはそれはまあ嘘じゃん、まあそんな嘘じゃん。だからこう例えば
趣味で、まあ、ゲームをマインクラフトのゲームをしてるっていう風なのだったら、まあ、俺だったら趣味はまあ少しまあ今時のっていう風な話かもしれないですけど、ゲームをしていて、マインクラフトというゲームでブロックを積んでいって建物を作ったりするゲームなんですけど、まあそのブロックの中にもいろんな種類のブロックがあって、論理回路に関する、ブロックがあったりとかしてて、自分で回路を組んだりします。そういったこうブロックとブロック同士を組み合わせていろんなものを作る、創造性があるものが昔から好きなので、まあ、そういったことを趣味としてマインクラフトをやってますね。とかって言えば、あ、なんかこいついろいろ知っとるやんみたいな感じの、なんかこう、なんかすごい、すごい感じしない？マインクラフトなのになんか、よくわかんないけどすごそうみたいな感じの、こう、で、本当のことっぽいじゃん。なんか、こうちゃんとこう知ってそうな感じだし、ゲームしてますって言って、ゲーム好きです。ゲームしてます。室内で、はい、好きですって感じだったら、あ、こいつ絶対飲み会断るやんみたいな感じになっちゃうから、こう、なんか、まあ、あんまりこう、肩筋張らずに、普通にシラソルさんと一緒に仕事したいって思ってもらえるような、普通になんかこう、そう、有能感ボロ出やすいから、まあ割とこう、テヘペロな感じで OK というか、あんまりこう、気負わなくても大丈夫みたいな。ある程度は気負わなきゃいけないんだけど。なるほど。そう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 。テヘペロで押せる年齢？いやいや、大丈夫大丈夫。だって面接する人だって50代とかのおっさんなんだから、50代、60代のおっさんからすれば20も30も一緒や、ギャルやん。そんなもん。一緒一緒、全然大丈夫。はい。ということで、白鶴さんありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい。あとであの節税の話もちょっと聞きたいです。あ、OK です。ちょっと節税スキームについてはまた後で話しましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、シラソルさんをミュートと。さあ、ついでだし誰か面接ごっこするか、就活するやつっているかな、誰が面白いかね。ヤッチさん、ヤッチさん、ヤッチさんかサンドさんいないんだよな。ポチタ、あ、ポチタいいんじゃない。ポチタやってみるか。ポテチも就職やないか、そろそろ。あ、飯食ってた。ポテチ、今から面接しよっか。お前就活あるだろ。どうせうまくいってないだろ。大丈夫、面接練習しようぜ。マジ？ポテチ、何系の企業を目指してんの？ポテチ、お前。情報系？あ、知ってる？ヒデってやついてさ、面接官できるんだ。情報系で。さあ、ポテチ、面接しようか。面接の練習しようぜ。待て、さすがに急すぎや。じゃあ5分くらいいいよ、別に全然。ポテチ、情報系だとどういう系にする？あ、ゲーム制作会社とかでもいいよ、別に。何にする？なんかポテチがやりやすい業態のやつでいいよ。ゲーム、インフラ、一切、なんでも来い。あ、怖っ。待って、何も見えてこん。いや、ポテチ大丈夫だよ。別に見えてくるって。ゲーム制作会社にするか？西のマネージャー。何でもいいよ、ポテチ。なんか会社名言ったらそこの会社の人になりきるわ。ライオットとかにする？ライオット日本支社にしよっか。ロルで。じゃあ、ライオットね、じゃあ。ライオットだよね。ポテチが食べてる間に、俺がライオットの会社について俺調べてるから、ちゃんと応対できるように、俺も面接官になったつもりでやるわ。これ私が行けるって言ったら始まる感じですか？まあ、全然大丈夫ですよ、別に。カーテンだけ閉めていただけると、何？カーテンって何？確かになんか、ちょっと、カーテンちょっと閉めようか。いや、なんかちょっと外の景色が、まあ、見られてるのはね。まあ、確かに。まあ、窓の拭いてる清掃員の人ですよ。やります。よし。まあ、ほぼ秀任せになってしまうが、まあいいだろう。うん、なんとなくゲーム会社でいいだろう。よし、せやな。じゃあ、ちょっとヒデさんのミュートを解除。ヒデさん。はーい。はい。聞こえます？聞こえます。はい、で、じゃあポテチさんですね。ポテチさん、あ、聞こえますか？はい、聞こえます。それではポテチさん、じゃあ、はい、いいですかね、準備の方は。まあ、やってみます。はいはい、じゃあどうぞ入ってください。トン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 、失礼します。はい、どうぞどうぞ。本日はよろしくお願いします。ポテヤマ太郎と申します。はい。開けたドアをまずちょっと閉めて。はい。はい。じゃあ、どうぞ、座ってください。失礼します。はい。はい。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お願いします。
ということで、今日ここまで何で来ましたか？今日はここまで、電車で来ました。確定ですか？確か休校ですね。なるほど。うちの会社って、オフィスが、はい、ドバイとロサンゼルスと、イスタンブールの方にあるんですけど、そこで喋られてる言葉で何かできる言葉とか、はい、ある程度は分かりますよって言葉とかってありますか？もちろんビジネスレベルじゃなくても大丈夫なんですけど。あ、一応簡単な英語なら。あ、なるほど、なるほど。はいはいはい、いいですね。なるほど。普通に英会話ぐらいはって感じですか？それともビジネススキルが、ビジネスとして。ビジネス系の英語はごめんなさい、ちょっとあまり。ああ、なるほど、なるほど。了解です。日常会話的な英語ぐらいでした。はい、あ、いいですね。ヒデさん、もし技術的なこととかなんかあったら、全然話して。はい。まあ、うちゲーム会社なんですけど、まあ、いろいろ部署あるんですよ、はい、実際にアプリを作る会社だったり、まあ、Windows とかの、ゲーム作ったり、そう、ゲームサーバーとかゲームインフラとか、まあ、あるんですけど、どの分野を目指されてるんですか？そうですね、私の志望する部署としては、そのアプリの開発に携わりたいなと思っておりまして、うんうん、はい、アプリっていうのは iOS とか Android とか。そうですね、はい。じゃあうちで今お客さん、なんかそういうスマホアプリ、ちょっと僕サーバー側なんで、スマホアプリなんか作ってましたっけ？ですね、うちではなくて自社ではやってないですね。じゃあなんかそういうのを新しく立ち上げて、そのやっていきたいっていうことなんですかね？そうですね、その新しい部署を立ち上げるという話が出てるのであれば、もちろんそこに携わりたいなと思っておりますし、その、まあ、なるほど、ね、もちろん子会社なの、その提携会社とかにも、そうですね、働ける。まあ基本的に面接はそのうちの直接の開発の子が欲しいなと思ってるんですけど、はい、じゃあ、まあ、その希望の iOS とか Android とかのアプリじゃなくても、まあ、やる気はあるんですか？そうですね、もちろんそのアプリの開発、まあ、御社がその今アプリの開発はやっていないことでしたので、うん、その今でどういう開発の業務などを行っておるんですかね？そうですね、今うちだと一番人気なのはパソコン用の FPS ゲームが一番人気ですかね、くんさん。なるほど。そうですね、うん、まあ、バロラントかリーグオブレジェンドかって感じですかね、うん、あ、そのあたりです、うん、あ、そのあたりも、はい、そのあたりも全然大丈夫です、うん、全然大丈夫はい、はい、なるほど、なるほど。ゲーム制作っていうのに業界として、まあ、ゲーム業界他にも受けられてると思いますけど、ゲーム業界の中でなぜ、ライオットなのかっていうのを教えてもらえますか？昔からそのライオットさんの、そのゲームをたくさんプレイしてたこともありますし、そのライオットさんの、その会社の信念ですかね、を自分にそのあって、その、なるほど、どういった信念ですか？お客様、プレイする人のその最優先で、そのかつ利益を伸ばしていこうというその信念ですね。まあ一応、まあ補足しておくと、まあうちはプレイヤーに、ライオットのコミュニティに帰属意識を持たせたいというふうなのが、まあ一応信念というかありまして、コミュニティを育てていくっていうふうなのが、まあうちの目標というか、ものなので、まあそこについてですね、まあ興味を持っていただけたらと思うんですけど、まあインターネットにおけるコミュニティ創生といいますか、まあ、コミュニティを育成していく上でどのような点が重要だと考えられますか？コミュニティを育成する点でですか？そうですね。そうですね、やはりその運営会社とそのユーザーとのその意見のその相違がないように、例えばそのアンケートを取るなり、その、そうですね、うんうん、などが必要だと思います。なるほど。それをエンジニアサイドからアプローチするとしたら、どういったことが考えられますか？そうですね、その、まあ、例えばその、企画担当の者にその、まあ、こういうアンケートを取ってほしいなどとの、その提案をしてみたり、そのゲーム内でもその、そのユーザーにもっとその、利用しやすいような UI やそのデザインを、うん、そのまあ、アップデートなどでその提供できたらなと考えています。はい、なるほど。今日朝ごはん食べました？食べました。何食べました？パンケーキ食べました。うん、なるほど。何かありますか、ヒデさん、他？そうっすね、すいません、ちょっと僕の勘違いだったら申し訳ないんですけど、なんか
うちで働きたいっていう明確な意思がちょっとよくつかめてなくて、こう、まあ、多分昔からユーザーさんとしてたくさん弊社のゲーム遊んでいただいたと思うんですけど、こうなんか弊社のゲームでこういうところが面白かったから弊社で働きたいとか、でともこういう改善をしたいんだっていう、そういうなんか熱意みたいなのって何かありますかね。そうですね、その御社のゲームをプレイして感じたのが、その、アップデートが早いことですかね。そのバグがあったり、その不具合があった時の、その修正が早い方のその魅力の一つですし、まあ、もちろんプレイしてて、まあ面白いっていうのもあります。うん、ありますね。そうですね。うんうん、それをなんかこうやって自分はこうやってやっていきたいんだっていうようなのってあります？そうですね。もちろんそのもし働かせていただけるんでしたら、もちろんその、うん、方針は迅速な対応、楽しんでいただけるゲーム作りという方針の中で、さらにそのもっと上を目指せるように、その UI の改善だったり、そのゲームプレイのストレスをなくすようなシステムの、デザインの開発などを目指していきたいと考えております。自分の長所と短所は何だと思いますか？長所は周りをよく見える力がところがあってですかね。ああ、なるほど。短所は何ですか？少しコミュニケーションが下手くそなところですかね。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。長所にまつわる具体的なそのエピソードとかってありますか？具体的なエピソードですか？うん、まあ、中学生の頃、その、部活でその、まあ、先生に言われたんですよね。その芋山くんはよく周りが見てるねと言っていただいたことがありまして、その例えば先輩がその部活の準備で何かしようとしてた時に率先して手伝っていただいたりとか、あとそうですね、部活その、まあ、他の学校との交流もあるじゃないですか、部活って。その時 その移動の際に、その例えば周囲の人の迷惑にならないように、まあ、あの一列に並んでみたいな、その予定とかそういう、うんうんうん、まあ、誘導ですかね、だったりますの。分かった。そういうところをまあ評価してるで、その周りよく見てるねって言われたことはあります。わ、うん、かりました。僕は大丈夫です。ひでさん、まだ何かありますか？ちょっと気になったのが、これはまあそのうちの採用の合否と関係なく、ちょっと、はい、小手山さんの今後についてちょっと気になったんですけど、はい、なんか周りの人をよく見れるっていう長所が、まあ、エンジニアでも活かすことはできると思うんですけど、はい、なんかより活かせることっていっぱいあると思うんですよね。で、今ってエンジニアだけで考えられてますか？まあ、弊社にもですね、いろんなポジションがあるので、こう人事とかと相談して、他のポジションを受けることももちろんできますし、なんか自分の長所を活躍できる場所っていうのをちょっと考えてみるっていうのも一ついいかもしれませんね。私からは以上です。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。はい、あ、すいません。はい。お答えしてください。はい。あ、失礼します、はい。ありがとうございます。はい、はい、おしまいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、ヒデさんから、ヒデさんから一言、好評をお願いします。なんか、働きたい意思が全く伝わってこなかったんで、僕は君を雇いません。僕はやっと言います。ポデシさん、どうでしたか、感想は？はい、いや、急になんで難しいですよ。まあまあ、なるほどね。いや、僕バイトの面接の時も数日前から何言うかとか、そのディスコードのメモ帳にまとめてみたいな。ああ、なるほどね。みたいな、まあ、そ結構なんか準備されてから、はいはい、まあ確かにそれはまあ確かにそうかもしれない。まあ、ただちょっと思ったのは、はい、長所のエピソードがちょっと昔すぎやね。今、設定というか、まあ、年齢として、ま、21か22だから、まあ、せいぜい去年とか、ぐらいの内容にしとかないと、なんかこう、なんだろう、真実味がめちゃくちゃない感じに聞こえた。それが本当なのか嘘なのかじゃなくて、あ、多分これ用意してたやつか、作り話かなんかだなっていう風になるし、中学以降何もないのかみたいな風になっちゃうから、だからそこは、こう、まずいのと、あとね、エンジニアだったらコミュニケーション苦手ってあんま言わない方がいいかも。なんか、絶対そうっすよね。エンジニアは結構コミュニケーション逆に得意じゃないとダメみたいな風潮あるから、エンジニアこそコミュニケーションできないとダメのノリある
し、実際そうだけどね。いや、短所は能力とか後でどうにでもなりますから。そう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 。何の言語ができますよとかじゃなくて、コミュニケーションができるかどうかが、コミュニケーションは苦手でいい仕事、まあ新聞配達とかそういった仕事は別にコミュニケーション苦手でも大丈夫だけど、まあ特にエンジニアだとコミュニケーションが苦手な人が多いからこそコミュニケーションが大事って言われがちな気がする。なんかコミュニケーションが苦手なゆえに起きたすごいトラブルとかが多分多いからね、エンジニアは。まあラボでまあいろいろあるし。ということで、面接官が意地悪だったけど、ポテチさんそんなに悪くなかったよ。準備すればもうちょっと喋れるようになるし、自信持ってちゃんと就職できそうだね。はい、ということで、まあ、騙されずに自己分析してください。騙されずに、まあ、自分でね、自分を律して頑張ってくださいということでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ヒデ様、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、ということでね。いやー、まあ、ちょっとまあ、たどたどしい感じはしたかな。あと、もうちょっとなんか言えるだろうって感じはちょっとしたかもな。ライオットのユーザーとして、好きで、みたいなのじゃなくて、もう一歩行ってほしかったな、みたいな。ライオットゲームが好きにさせるポイントみたいな。そのアップデートが多いとかっていうのをもう一個掘って、アップデートが多いってどういうことだ？こう一つのゲームを大事にして、ユーザーとコミュニティとゲームとを全部一緒に育てていこうっていう、御社の積み上げる精神っていうのが、他の会社には僕はないと思っていて、とかって言えばよかったんちゃうって感じするな。それを言うんなら。こう、自信があるよねっていうゲーム作りに対して。もっとこう別も出した方がいいんじゃないかとかじゃなくて、一つのゲームをみんなで考えながら作っていこうっていう、こう一体感みたいなのがコミュニティとしてあって、それは会社も一つになってやれること、ユーザーと一緒になって作っていけることっていうのが、本当にすごいいいことだと思っていて、ライオットは特に、まあそういった傾向が強いように思うとか言えばよかったんよ。チャット GPT っぽいけど別にチャット GPT してないですよ。なんかそういうことを言えばね、いいんですよ。適当に。まあ頑張ってください。まあね、あとね、メモで用意しまくるのはね、ポテチね、やめた方がいい。それね、分かっちゃう。多分バレるぞ。あんまり良くないと思う。ストーリー、シナリオ書いた方がいい、多分。シナリオ作り。ポテチという人間のシナリオを作るじゃないけど、ポテチに分かりやすく言うよ。VTuber の側を作る感じのイメージ。どういうキャラクターを作るかみたいな。そのキャラクターみたいなのを作るのが大事だと思う。しっかり。演じるみたいな。キャラクターを作ってちゃんとそれを演じる。で、破綻させないそれを。はめちゃくちゃ大事。本当に。そしたら、嘘とか膨らませ方も、なんか芯のある膨らませ方になるんだよね。いや別にそこまでしなくてもいいと思う。考えてるふりして今思いついたようにとかじゃなくても。なんか結局芯があればいい。はい。ということで、なんか真面目な動画になっちゃうな。交代あたりの面接して、なんかギャグにして終わらせた方がいいのかな。どうせ突拍子もないこと言い出すし。ギャグだと？僕は面接一回も落ちたことない。ナッシーの真似。じゃあ、コータン最後やる？俺とサシで面接。何の会社にしよっか？ネジ工場とかにする？川崎のネジ工場とかどう？それ、いいな。面接いるのか？それはいるよ。コータン何の会社がいい？あー、レゴ。あ、いいよいいよいいよ。オッケーオッケー。レゴね。はーい。ちょっと待ってんの。お前、レゴジャパンってさ、相当やばい。相当やばい仕事しかないぞ、これ。まあいいや。オッケー、わかった。なんとかするわ。爬虫類専門店。いや、ごめん。ちょっと、想像つかないからレゴにする。いいぞ。コータさん、もうミュート解除してるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。あ、はい。じゃあ、すいません。入室のところからやっていただきたいんですけど、まず出てってもらっていいですか？はい。じゃあ、どうぞ。どん。はい、どうぞ。お願いします。はい。お前誰や？違う。ゴッドコータンです。はい。どうぞ座ってください。はい。何？よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずは、自己アピールを、1分間でお願いします。自己アピール。僕は、で自己アピールってどういうのなんだろう。待てよ。
ご自身をレゴジャパンで働きたいというふうなことですよね、はい、ですので、ご自身あの小さい頃、はい、僕は小さい頃の 4,5 歳ぐらいの時にレゴブロックにものすごくハマっていて、でその時に自分の街を作ったりだとか、あと小学生の時にあのすいません途中ですいません、はい、あの志望動機ではなくてあの自己アピールの方ですので、ご自身がのこう、まあ、優れているところといいますか、まあ、私に売り込んでくださいというふうなところですね。は、僕は毎日の継続力がすごくあります、ね、小さい頃からずっと YouTube とかで動画投稿していたり、自分がハマったものとかはもうそのことだけに集中してずっと続けられるっていうのが得意です。とコミュニケーション能力に長けてると思って、他の初めて話す人とかでも円滑にコミュニケーションしたりだとか、あと班とかでの話し合いでも僕がもう率先して話を引っ張っているっていう場面をよく時間が、っていう、流れをよく作ってます。 なるほど以上で大丈夫ですか。そうですね、以上で。なるほど。そのレゴジャパンで働きたいっていう風なことなんですけど、はい、その今おっしゃられた自己 PR で、集中して続けられるっていう風なことがあったと思うんですけど、うちの会社っていうのは、まあ、実際に製品を作っているというか、まあ、海外の本社の方と打ち合わせをしたりだとか、まあ、今レゴジャパンので教育事業の方を力を入れて展開してるんですけれども、まあ、そちらの方の海外と日本をつなげる仕事っていうのがメインになってくるんですけど、その集中して続けられる能力っていうのはどのようにしてそういった仕事に活かせると思いますか。そっか、集中をする仕事を海外の人と話すのに使うってことですか。は、いや、そうですね、いや、そのご自身の能力をどのように活かそうと活かせますかっていうふうな話であって、あ、はい、だろうな、やばい、フリーズしちゃう。僕、待ってよ、僕は開発の方だと思ってた。待ってよ、あ、まあ、か開発もじゃあルールちょっと変えて、開発もやってるってことでいいですよ。はい、はい、あ、よかった。僕は小さい頃からものづくりが結構好きで、はい、自分でアイディアを出すのがすごい得意なんです。そういった長所を武器にして、今までの作られてこなかったような画期的な製品とかを、作れたらいいなというか作っていきたいと思っています。そういう形で本社に、貢献できたらいいなと思っています。はい、履歴書に書いてあるんですが、 YouTube もご自身でされてるってことで大丈夫ですか。やってます。はいはい、自分で何か考えて創出するっていう風な話だったら、レゴジャパンに入社しなくてもご自身で YouTube やられたりだとか、また他にもこう、まあ、おもちゃメーカーといいますかものもあるとは思いますし、なぜそちらではなくてレゴジャパンなのかってところを教えてもらってもいいですか。レゴブロックは一から物事を想像するっていうことに関しては他のおもちゃとは比べ物にならないぐらい優れている点なんですよ。で、僕がその自分で考えて、物質としてその再現したいものとか作らせたいものっていうのはレゴ以外のものだとは、まあ、レゴ以外のものでは行うことができないんですね。 YouTube では確かに自分の動画で映像としてそれを再現することはできても、ものとして再現することはできないので、ってなったら自分が今一番やりたいこと、自分が今、できて会社のためにも役に立つことっていうのが、のを役に立たせるためにはこのレゴジャパンが一番、いいかなって思いました。まあ、レゴで遊ぶ上では確かにそうなのかもしれませんが、まあ、その、まあ、レゴジャパンでは、まあ、いろんなもちろん仕事をしていて、もちろんあの私のような人事の担当だったりだとか、その企画の方だったりだとか、
まあいろんな仕事があるんですけども、もちろん海外とやり取りする部門もありますし、名古屋の方にあるレゴランドの方にもの関係の仕事もありますし、まあそのご自身はレゴブロックに対する興味がすごくあって、まあレゴの製品をありがたいことに使っていただいて、自分の表現したいものが自由に表現できるところがいいとおっしゃられてたんですけれども、まあ、実際に会社に入ってその表現をするかというと答えはまあノーで、まあ人事の仕事とか他の仕事もやる可能性あるんですけど、そういった部署になっても自分は働けそうですか？大丈夫そうですか？人事はそうだな、人事、あの人事の前で言う、それ人事かーって人事の前で言う？人事って具体的に何をする？今してますよね、仕事、人事の仕事、あなたのような人たちを相手にするのが僕の仕事ですね。そうかもしれません、でも大丈夫です。人と の会話は僕は結構好きなので。なるほどなるほど。お仕事であれば僕もできます、はい、できますと。アイディア出しとか得意なので、人事で、はいはいはい、でもできます。アイディア出しですか。なるほどなるほど。そうですね。今日何食べました？今日は昨日買った生の豚肉のレンチンしてできるガーリックなんとかみたいなステーキのやつを料理しようかなって思ってたんですけど、買った後リュックに放置してて一晩置いちゃってたんで。でも食べれるかなと思ったんでレンチンして、いちこってお酒と一緒に飲んで、でその後にメロンパン食べたくなったんでメロンパンを3つ食いました。あとしらすとネギと、あもう大丈夫です、大根のサラダ、あすいません、はい、なるほど、そうですか。好きな食べ物は、食べた食べ物ですよね今日。あそうですね、はい、最後に何か聞きたいこととかありますか？最後に何か聞きたいことですね、もし万が一人事に僕が振られた、はい何でしょうか、はい、あ振られたら、はい、はい、なんだろうなやっぱいいです、はい、じゃあありがとうございました、面接はおしまいですはい、ありがとうございました。あーなーやらました、はい、どうぞ帰ってください、はい、出るまでが、出るまでが終わりです。はい。ありがとうございます。はい、はい、そういうことか。はい、はい、ということで面接は終了です。はい、お疲れ様でした。コウタンの感想はどうでしたか？ああ、終わりだ終わり。コウタンさんの感想は終わりだ。なるほど。じゃあ、感想はこのやっぱり自分で思ってた内容と聞かれなかったっていうのと、あと僕自身思ってなかったこと聞かれたら脳がフリーズしちゃうんで。ああ、コウタンご飯の時それ思わなかった？ご飯の時？え、何食べたかって言われた時なんか脳みそおかしくならなかった？あ、全然。ああ、聞かれたから。あれが普通か。コウタンね、物事を説明する時に、はい、なんか時系列で考える癖ない？あります。それね、なんか変。なんかこいつ変なやつだなって思ったね、なんか端的に言うとこいつやべえなって思っちゃったあこの子やばい子だって思って俺それで面接終わらせちゃった。俺なんだろう、説明が鬼のように下手くそに感じる。そう、何かを説明するのがめちゃくちゃ苦手だなっていう風な印象を受けるかも。その時系列を全て説明しちゃったからなんかこう結論みたいなのが出てこないみたいな。いつまでも話し方の癖で、多分コウタンって、蛇口をひねったら水が出てきて、コップを近づけたら水が汲めましたっていうことが起こったとするじゃん。そしたら、はい、それを説明したい時にコウタンはそのまま、そうじゃなくてこれ水なんですけどそこの蛇口で汲めましたって言った方がいいのよ。最初にこれ水です、なるほど、でどうやったか蛇口をひねりましたっていう先に結論を言って、その後起こったことを言うみたいな。だから俺が言ったのは腐ったものを食べるっていう、まあ常軌を逸した行為をしてしまったっていうことをあえて説明したいのであれば、汚い話になってしまって恐縮なんですが、まあ結果的に腐っている豚肉を食べてしまいました。多分笑われてちょっと面白いエピソードなんてほっこりするかも。まだ話にまとまりがあるよね、あえてそれを言いたいなら。
ギャグっぽくなるよね。なるほど。これで日本語が喋れるゴーレムの超強度。気になります。ご飯を食べるより前の面接の内容について。ああ、そこについてどうだったかってこと。そうです。ね、いや確かにレゴブロックへの知見があることは分かった。そのユーザーとしてすごい楽しんでるんだなってことはすごく分かったし、レゴの会社が特別だってことは分かった。そこはすごい良かった気がする。ただなんかこう自分のその集中して続けられるコミュニケーション能力っていうのが、まあ、そこにどう生きてくんのかなっていうのと、俺もちょっと癖で言っちゃうし、みんな言うからしょうがないんだけど、なんか耳についちゃったのが代名詞がすごく多かった気がする。具体性、物事の具体的な名前がない班みたいなので、すごい自分が率先したりっていうんじゃなくて、大学でグループワークがあった時にとかって言わないと、こうなんていうのかな、物事の具体性が若干なかった気がする。指示語みたいなのが多かったから、全容がつかみにくい会話とかが多くなってた。あれもそう、豚肉が腐ってたリュックの中にっていうのも、買い物袋にとかっていう風に言い換えた方がいいかも。リュックの中に買い物するとき食べ物を入れて買ってるんですよ、うん、それはでも共通情報じゃないよね。そのリュックに全員が全員入れるわけじゃないから、だから買い物袋って言い換えたらいい、みんなが分かる形にってこと。そう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 、だって相手はその前提を知らないから、その前提を知らないんだったら別にリュックであることはそこまでこの話で重要じゃない。ああそういうことか、分かりました。はい、ということでした。はい、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。はい、はい、失礼します。言うの忘れてた、あの人事の前で人事かーはやべえ。人事かえぐすぎ。あれは心の声でそのままでは走ってないって設定。なるほどな。いや今日なんか今回なんか真面目な動画になっちまったな。真面目にボコボコにしちゃったな。まあシラソルちゃんよかったね。これで面接の難しさは分かっただろう。まあ無理することはないんじゃないか。こんな無理して面接なんかするんじゃなくて、まあ家でゆっくりしよう。しなくていいよ。ほら虹山さんがまた養ってくれるよ。大丈夫さ。いいかも。ということで、みんなものんびりしましょう。じじい。